はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、九州地方丸1をお送りします。で、ここからですね、ほにゃらら地方っていうシリーズがめちゃくちゃ長く続く予定です。で、まず九州地方から行くんですけど、で、その一つの地方をピックアップ、取り上げて、その特徴と、あと都道府県、もうちょっと特徴があればね、一つ取り上げていく、そんな流れになっていきます。で、今回は全部で穴埋めが9問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ね、タイトル通り九州地方、ここをね、取り上げていきます。で、九州地方で、一つ一つ都道府県名も出します。県庁はね、出さないですよ。都道府県庁は出さないんですけど、ぜひ、結構前にですね、都道府県名をこう覚える動画ありますので、ちょっと県名と場所が一致しないって思う人は、そっちを復習してもらえるとありがたい。その方が吸収しやすいと思います。じゃあ、行きましょう。で、九州地方、まず特徴ね。はですね、黒潮、そして対馬海流が流れています。で、これも以前やりましたけど、九州地方があります。で、こっち、下からこっちを流れていくのが黒潮です。で、上、こっちを流れていくのが対馬海流です。で、それが流れている影響もあって、九州地方っていうのは冬でもほにゃららです。で、何かっていうと、冬でも温暖なんです。つまりあったかい。だからなんでかっていうと、この黒潮、そして対馬海流、これね、暖流って言ってあったかい流れなんです。そう、あったかいの、温度が。だからそれもあって、冬でも温暖です。気候としてはね。で、農業の特徴としては、北部ではほにゃらら、南部ではほにゃららとか畑作が盛んです。これざっくり言うとね、特徴として覚えてください。九州地方北部、上の方では何が盛んか。上の方だと稲作が盛んです。つまり稲ですね。稲作。で、南部、下の方になると畑作とか、あとはね、畜産です。牛とか豚とかを育てる畜産ね。こういう特徴があります。で、この辺もちょっと詳しくね、都道府県をやりながら出していこうとは思ってますので、一応ひとまず覚えてください。北部、稲作。そして南部が畜産、畑作です。では、一つ、都道府県取り上げていきましょう。A、つまりここです。で、ここまず何県か。ね、場所は、福岡県ですね。ですね、福岡県。で、特徴いきます。ほにゃらら炭田の石炭とか中国からの鉄鉱石っていうのを利用して日本でほにゃらら業の先駆けとなったほにゃらら所が建設されました。これかつての話ね。昔の話です。で、まずほにゃらら炭田。この名前覚えましょう。これをね、ちょっと待ってね。こう書いて筑豊炭田と言います。筑豊炭田。これね、石炭を取る場所のことです。筑豊炭田。で、ざっくりなんですけど、場所で言うとね、ちょうどこの辺。ちょっと A が被ってるあたり。この辺にありました。で、石炭がすごく取れた。で、それと、鉄鉱石取れないんで、中国からこう輸入してね、中国から持ってきたのを使って、日本でほにゃらら業。で、これは何業か。ちょっと噛んだね。何業かっていうと、重工業です。で、これ参考書とかワークによっては重化学工業と書いてるのもあると思うんですが、教科書にちょっと合わせます、今回は。重工業ね。の先駆けとなった何々所。で、これもですね、ちょっと俺が普段が昔覚えたやつと名前が違うんですけど、教科書に合わせます、これも。ちょっと長いよ。官営。これで八幡。製鉄所と言います。で、何が違うかっていうと、俺らが習った時はね、官営がなかったんです。八幡製鉄所。多分ね、参考書とかワークによっては八幡製鉄所になってるのもあると思います。ただ、このね、伊豆歩道橋教科書に合わせますので、今回は寛永八幡製鉄所。これが建設されたんです。ですごい勢いがあった。重工業で。けれど、1960年代、この以降ね、エネルギー源が石炭から石油に変わりました。今も石油がメインだからね。で、その変わったことをホニャララ革命って言うんですけど、これをね、エネルギー革命と言います。この変わったことをね。で、それが進んでいくと、九州の工業の地位が低下しました。まあ、石炭がどんどんダメになっちゃったんでね、こう使わなくて石油がメインになっちゃったんで、で、低下していく。だから、これを取ってた炭鉱も閉山されました。つまり山をね、もう取り行かなくなっちゃった。閉じちゃって。で、近年、九州の各県、それぞれの県、福岡だけじゃないよ。それぞれの県は、ホニャララとか、自動車の工場を誘致、こう集めてきて、機械工業の方に転換を図りました。で、例えば自動車とか、あと九州でよく出てくるのは、IC です。この辺の工場を集めて、今機械工業ですごくね、勢いがあります。いいかな？まずはこんな感じで、この九州地方まだ続きますからね、一つ目として覚えておいてください。では、今回は社会の地理、九州地方丸1をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、名前通りね、次は丸2と続いていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。